はいどうもロッティアです、はい、えっ、ー、と、昨日もね、結構、あのー、結構っていうか、ほぼほぼオール状態だったんでちょ、ちょっと寝たけどね、1時間ぐらい寝たけど、ほとんど寝たくて、あのーまあ、朝がまあまあ早かったよね。まあまあね、正直。あのー、一般的な考え方で言うと全然早くないんだけど、俺ほんまに朝ダメだからさ、あのー、朝起きとくのは平気なんよ。その日 えーとじゃあ例えば今日なんかだったらちいかわがあるよね金曜だからだからそれだったらその時間まで今からね今ちょうど12時半ぐらいなんだけどそれまで起きとくって全然平気なんだけど朝起きるのがきつくてまあ例えば早寝したとしてもえーとじゃあいつもまあねたいその少々早く寝てもどうせ起きんのとかまあ10時前とかそんなんだからあのちょっと早く寝てさ例えば えと今いつもだったら2時ぐらいに寝てるんだったら12時ぐらいに寝るとかっていうふうにまあ対処するじゃんちょっと早く起きようと思ったらでも大体これやるとさあのすぐ2時間ぐらいで起きちゃってさあの寝不足じゃん全然2時間しか寝てなかったら全然寝不足ででその状態でさあのまあ結局目覚めちゃったからその朝のまあ例えば8時に起きなきゃいけないんだったら 6時間ぐらいあるでしょ6時間ぐらいずっとさ寝れなくてずっとぼーっとしてて大体7時ぐらいになったらまた眠くなって二度寝をかまして大体その <coughs> 寝坊するみたいなケースがあるので、あのー、寝れないよね基本的に寝たら起きれないからみたいなだからさまあまあそういうのがあって昨日まあその寝れなくてで寝れない状態で結構動き回ったよね昨日も割とあのー 歩歩くなっっていいいうぐらいめっちゃ歩いたよ、ね、だからさまあ言っても、うん、結構あの疲れていたのかめっちゃ寝てたんだけど起きたら何時ぐらいだったの12時半ぐらいだったかな多分寝たのが何時だったか覚えてないけど正直多分夕方ぐらいだったとは思うんだけど、うん、帰ったのが多分ね5時過ぎぐらいだったからまあ多分、ね、そっから1時間2時間ぐらいだと思う7時前後ぐらいだったと思うけど。 はい、な,なのでこれ今ねこれサムネに使ってる、まあ、今日この話をするんだけどちいかわちいかわってアニメじゃなくてあの漫画の方ねの、えー、と最新の話が公開されてえっ、ー、とまあ結構ね間が空いたよね1週間ぐらい空いたんかな多分長野先生が多分あのえっ、ー、とねちいかわたちがあの頑張ってあの激辛カレーをその精霊に食わせて で食わせててどうなるののかぐらいのところで止まってたよ、ね、でそれがこの前、えー、と何1日か2日ぐらい前にあのこう、やっと更新されて、ついに食ったと。で、聞いたと、まあ。あの辛さじゃさすがに、いくらの,あの巨体の生理炎でも耐えられないと。もう野田打ち回って、何言ってるのか、うわーみたいな、<laughs> 暴れてると、まあ。要はそういう状態になりましたってなって、 で今回、これさ、まあ、セイレンが襲ってきたとかではなくて、まあ、襲うような余裕はないよね、今、セイレンには。もうだって、あのなんだろうな、人間でもさめっちゃ辛いもん食ってあーってなってるときさあの、何か話しかけられても答える余裕ないじゃん、基本的に。答えられないじゃん、口の中も痛い、熱い、しかないいい痛熱辛いしか多分ないから、多分喋れないよねでもう喋れないじゃん セイレンてララララみたいなあの謎の言語が出てるからあの喋れてないけどねでだからこれ <laughs> 攻撃されたじゃなくてのた打ち回ってあの暴れてるわけよでもそのセイレーンってそのチー域ワ族と比べチー域ワ族というか <laughs> もっと言ったら地域家族と比べたらちょっとでかい例えば鎧さんとか、まあ、いないけどねこの島には島にはいないけど鎧さんとかあとあの <laughs> シマジロとかみたいにそのチーカワと比べれば一回り以上でかい、まあ、人間サイズぐらいの <coughs> キャラクターと比べてもさらに一回りでかいよね、うん、あのー、あの子とかあの辺のサイズあのキメラ的なものに近いサイズ感なわけよねバカでかいわけよ <coughs> 言ったら人間でもさそのバカでかい動物が例えば恐竜レベルのさバカでかい動物がさ、まあ、ドラゴンとかがさあのー <laughs> 目の前でさ別にこっちに攻撃してるわけじゃなくてさその何かで苦しんで暴れてるだけでもさその近づいたらそれで尻尾とかが当たったりしたら一撃で死んじゃうじゃんサイズ感が違うから。で <laughs> この状態ってまさにそれで要はその <laughs> 暴れ回ってその尻尾というか尾っぽの部分あの尾ひれの部分でがもうバチンバチンになってたわけよ。要はあの陸に上がって でさその陸で生活できない魚がさバチャバチャ暴れてるみたいな状態になってるわけよ精霊がね今ね <laughs> で <laughs> ちょっとね寝てたから喉がちょっとあれなあのそういう状態になっててでこれね8割が危なっ,って言ってるんだけど要はこれ危なかったよちいかわと8割もねでその状態でこの葉っぱが1枚の子と2枚の子がまあ 後ろにいたんだけどその,子のうちのこの葉っぱが2枚ついてる方が危なってなった瞬間にこのちいかわとハチ割レをかばおうと思ってこの精霊に向かって突っ込むわけよだから攻撃するみたいなこれ見た目になってるけどまあこの危なでわかると思うけどこの尻尾が落ちてくるとうわそのバチンって跳ねたこのその尾の部分が落ちてくるとこれね あのこの漫画見てさ言ったらこのこの後の描写でその効果音がちょっと変だとまあこれはまあ見てもらったら分かるんだけどその実際にの X の方で無料で公開されてるから見れば分かるんだけどあの効果音がおかしかったり何か落としたんじゃないかとか,なんかその例えばちいかわが思ってたあのなんか鱗が落ちたとかまあもしくはこいつも裏子を持っててその鱗が落っこちたとかなんかそういうことなんじゃないのかみたいなことを考察してたりとかまあ俺の考察で言うと。 その体がその頑丈すぎてその普通だったらべしゃーみたいな感じじゃん例えばちいかわがすっ転んだ時とかあのビチャーみたいな音するじゃんベチャーとかビチャーとみたいな音するでしょだからそのな,なかよろ、ね、鎧みたいにその鱗をまとってるまあ言ったらよくさこれまあ伏線になるけどあのセイレーンがその。 ちいかわっていうかハチワレたちを捕まえた時にさその尻尾というか背中を確認してたでしょお尻というか。であれってそこが要はその顔から下の部分が、あのー、多分鱗のアーマーみたいになっててそれを確認するってそのなんかそのあ人魚を食った人魚食ってその不老不死になった個体はあのー、多分そこから下がそのアーマーみたいになって。 ってるんじゃなないかな多分その鱗でねだからそれを確認するためにチェックしてたシーンがあったと思うんだけどあとそのもっと言ったらあのー、この葉っぱのモブチーカワ以外の,その他の島の島民のモブチーカワを見てもらうと分かるんだけど腰ミノがちゃんと腰につけてあるんやね。で <laughs> 確かにチーカワたちが初期の時に腰ミノつけてたじゃん。あのと遭遇する前までシミノつけてたでけたしょ あの時にあのセイレーンと遭遇した後にコシミノがなくなってるでしょあれって多分セイレーンがちいかわたちが気を失ってる間にそのコシミノ外して確認をしたんだと思うよね言ったらそれついてるかどうかでしかもちいかわたちも言ったら首のところまでつけてたからその前多分つけ方を知らなかったから首のところにつけてたんだろうけどその言ったらこの葉っぱの島民が首のところにそのコシミノを巻いてるからあここにつけるんだと思ってチーカワたちもそこにつけてたというか多分この,この2人がつけてくれたんよね多分。 でまあ、そういう事情があってその確認をしてるんだけどこいつらだけこの子たちだけその首のところに巻いてるわけよ言ったらこれ首から下を出してないわけよねだからその後にこの子がガシャンみたいな、まあ、これさっきその濁したけど、まあ、言ったらその変な効果音がするんよこれって言ったらその体が鱗だからちいかわ族と違って硬いからそういう音がしたんじゃないかっていう考察がよくされてて。 みんなそこにめちゃくちゃ注目が集まってるよ。まあ実際そこに気になるよね、あの音はね。だけど単純にこの質量を見てもらうと分かるさっきも言ったけどセイレーンのサイズってバカでかいわけよ。で人間で考えて置き換えてみたらさっきも言ったけど恐竜レベルのサイズなんよね。要は恐竜が目の前で暴れてその尻尾でバチンってその例えば頭を叩かれたら当然人間ぺちゃんこだよね。当たり前に。で つまり、ぺちゃんこになるかどうかは当たり方にもよるけど、まあ、どうであれ、無事ではいられないし、多分生きてはいられないよね。その、車とかに跳ね飛ばされたのと大して変わらないから、多分即死だと思うよ。人間でもね。人間っていうか、多分他の動物でもそうだと思うけど。なんだけど、この葉っぱ2枚のちいかわは死んでないんよ、あのー。この後のシーンでわかるし、うさぎもはぁみたいに言ってたけど、あのー、この後のシーンでわかるんよ。 普通にうーみたいな感じで「起き上がるんよいててて」みたいな感じで <laughs>「いててて,て」じゃ絶対すまないのに普通に「う」とかで起き上がってるし首グッと上げてるんよ。そ,のまあ、それでもかなりのダメージを受けてるのかもしれないその今回の描写じゃそこまでは分からないよ。その俺,俺あの友達に「これ無傷じゃん」みたいなこと言ったけど無傷なのはそのパッと見でしかそのモブだからさ色が塗りつぶされてるから。 その顔というかこの傷とか表情とか分かりにくいよねはっきりした傷あの昔のティハーみたいにさはっきり体にグシャーみたいな傷が入ってれば分かるけどあとあのラッコ先生とかみたいにあの顔に傷入ったりするあれだったら分かるんだけどそ,のそういう傷じゃないから分かんないよパッと見ではねだから俺は無傷って言ったんだけどまあ無傷であろうが傷があろうが、まあ、その傷がつくようなダメージじゃないじゃん言ったら叩きつけられてるからだから普通だったらもう体が もうそれ潰れる <laughs> まあその表面が潰れなくても中身が潰れるから普通死んじゃうよね <coughs> なのにあの普通に起き上がった時点で起き上がって首グッとやった時点でこれがたとえさこの後にそのまま <coughs>、まあ、どんなお話になるのか分かんないけどこの後にもしこの葉っぱ2枚ちゃんが起き上がったけどあとは頼むバターって死んだとしてもよ死んだとしても普通に首上げた時点でもう。 え生きてんのかよの状態なんよ。で多分このウサギとかチーカワとか8割のリアクションってそういうことなんよ。え,え生きてるみたいな。絶対死んだと思ってるんよ。だからこの8割この前のシーンでこの,この今俺がこれ使ってる画像の前のシーンで <laughs> あの <laughs> チーカワがあのワーンみたいに泣いててで8割も泣いてて。あの ここれ以上みみんななな襲わわいいでみたいなことを言ってるわけよまあ正直あののたうち回ってる精霊に言ったところで多分聞こえないんだけどまあまあそれを言ってまあ言ったらこの <coughs> この葉っぱ2枚ちゃんがその死んじゃったと思ってるからもうこれ以上やめてよみたいな感じで多分8割とかちいかわが泣いててほんで多分うさぎも前にバッと出てあのいざとなったらやるぞみたいな感じになってるわけよでもいざとなったらやるぞとかの前にあの生きてると普通に。 もうこれはほぼ確で多分このわかんないこのもう一匹のこの葉っぱ1枚の方の子に関しては分かんないけど少なくともこの葉っぱ2枚に関してはまあ不死身なんだろうなっていう。でもっと言ったら俺もこれ前の時にあまり触れなかったけど一部の人一部のちいかわファンの人が確か当時も言ってたと思うんだけどあのちいかわと このモブにこの葉っぱモブ2匹とあとまあモモンガかながあのなんか橋からセイレーンに襲われて落っこちたシーンがあったじゃんえっと <laughs> モモンガはあ,の時はあの時はまだ落ちなかったのかな捕まっただけだったのかなでちいかわもう落ちそうになってモモンガに引っ張り上げられたじゃんだけどこの時にこの葉っぱのモブ2人はその川川の結構な高さから川に落ちてるんよね でまあ、これでも、まあまあ、下が川だったから死ななかったっていうのはまだ分かるんよ。でもこのあとこの2人でその,そのシーンのちょっと後にあのにちいかわが島次郎のとこに行ってで、まあ、島次郎と一緒にこう精霊のとこに行くぞってなった時にこの2人がまた合流するんだけどその時にちいかわは「良かった生きてたんだ」みたいな感じで「そのわ」みたいになってるけどこの2人はな割とあっさり出てくるんよね。しかもほぼ無傷で出てくるんよ。 言ったらあそこから落ちても無傷なんよなぜならその人魚まあ半分人魚だから言ったらその人魚食ってるから、まあ、しかも不死身だから死なないしダメージも受けてないんよねもうあの時点で伏線なんよね結構だからまあ伏線に次ぐ伏線だからまあ言ったらね今回その2話ぐらい前からその長野先生があまりちょっと1週間ぐらい話が空いてたのも多分ね あのー、まあ結構こっから先どうするかって考えてるんじゃないかな結構もうクライマックスだからあの一、ー、回一回の話で結構話が大きく動くんよね今まではさどうなるどうなるどうなるのままさなんかその「ドラゴンボール」とかみたいにさなかなか話進まないじゃんみたいな感じだったんだけどその結構もう1話1話でかなり進むからもう本当に情報量が多すぎるぐらいだからだからもうなんか。 もうさすがに島編もそろそろ完結するのかなっていう感じだね多分、えーとまあ、今はもう10月も終わりだからもうあとねもうちょっとしたら最終週に入るんかなだからまあ多分10月中ぐらいにはこの島編も完結はするのかなっては思ったりしてるよね一番長かったからね今までの長編エピソードも結構あの悪夢編とかね結構長かったけど あのそんなんと比べ物にならないしかもそのと悪夢編とかってちょっと途中で空いてたりするんだけどなんかそのね日常的なエピソードが挟まったりするんだけどこの島編って日常的エピソード全く挟まってないからねだから結構本当に長いんやね本当劇場版って感じのなストーリーだからさすがにそろそろ完結するんじゃないかなとは言われてますねはいまあそんな感じでいろいろと考察をしてみましたはいロズティアでしたバーイ